だから白いカリスママキシミのウバプチャウカイシャってよ。おいジャインさん、この番組はジャインさんのファン組ティングじゃないんです。以上です。はい、大阪で知っています。今1位はゲスト、2位はポルシェ、3人もポルシェ、2位と3人はジャインのパン、あるチャンネルさん、ジャインのパンですか。今ジャインさんが3人残った。この子ジャインさんのパン、あにょ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 、혼자서해고하는게아니라저는텍스터인데일본하고한국말밖에못하고레인트님은중국어나한국말자이님은지금하시는분이자이님인데영어중국어영어랑일본어한국어세개죠지금헥스터レスメ？レスメはどういう意味ですか？わからない、わからないです。そして、あと、そして、ドトンボリのあと、堺の右、ここでゲストさんが、ゲストさん、ちょっと危ない走り方ですよね。4人まで続く。そして1位はジャイン、2位はポルシェ、アルジティのポルシェが1位に、そして2位はドック、1位はドック、3位はゲストさん、危ない走り方です。そしてドックさん、石さんが今1位、アルジティさんが2位、3人はゲスト、4人はジャイン。よく考えてみれば、馬力が同じ760馬力ですよ。アルチャーネルさん、喋り方はちょっと危ないじゃないですか。あと5キロです。そして境ラインじゃなくてアルスリー5メライン、そして右のコーナーで、ドクさんが1位、2位はジャイン、3位はゲスト、4人は RCT です。そしてあと4キロ、ナンバーで長野島で、ここで右コーナーでライン、綺麗なライン。そしてあと3キロ、ドクさんが、ドックさんが2位、この後はどうでしたか、どう来ましたか、どうするんですかね。アラチャンネルさん、さっきセックスと喋り方いいんですよね。これ危ない方です、悪い方ですから。ジャインさん、ジャインさん、また1位ですかね。レスメはレスメーターっていうんですかね。ジャインさんのファンが、